こんにちは、大チャンネルです。今日はロープにテンションをかけるときに便利なロープワークを解説します。よく使う結び方を3つ厳選してみました。状況に応じて使い分けることにより安全にかつ便利に使うことができます。では早速解説します。それではですね、最初に紹介する結び方はですね、2ハーフヒッチ、日本語で蓋結びという結び方です。蓋結びはですね、このように1回一結びして、でその隣にまた一結びします。そしてこれをこのように締め付ける、よくこのようにですね、締め付ける結び方に使われます。まあ、今回はですね、テンションをかけられる結び方の紹介なんですけども、で実はですね、この蓋結びはですね、このようにずっとずらしていくと、このようにテンションをかけられる結び方でもあります。なので蓋結びは締めるだけではなくて、このようにテンションをかけられる結び方として知っておくと何かと便利です。そして端末をこのようにですね、引き時計にしておけばですね、撤収するときに早くほどけるので、タープのガイロープを結ぶときなどにも使えます。それであれば蓋結びだけ覚えれば良いのではないかと思いますよね。ですが蓋結びはロープの端末が短いときは結びやすいのですが、端末が長いときはものすごく大変です。端末が長いときに今と同じ結び方をした場合、どれぐらい大変かというと、もうこの時点でこれをずっと手繰っていかなければいけないから大変ですよね。なのでどうするかというと、このようにロープが長い時に便利な結び方があります。ファリモンドフリクションヒッチという結び方です。ファリモンドフリクションヒッチはまず支点にロープをかけて、ロープを向こう側に1回ひねります。そしてこのロープの上に輪っかを乗せて2周巻きつけます。そしてこのできた輪っかの中にロープを折って通します。次にロープの結び目を向こう側に押してテンションをかけます。この輪っかも引っ張って結び目を締めます。最後にもう一度向こうに押してテンションをかければ完成です。このようにロープが4本きれいに並んでいれば正解です。自在金物くらいのテンションをかけることができるので、ガイロープを張るときなどに最適です。ですがこのようなタープの張り方の場合は風の影響を大きく受けるので、ポールを支える結び方としてはテンションが足りない場合があります。このような時はトラッカーズヒッチがおすすめです。それではトラッカーズヒッチを解説します。でまずロープを手前に1回ひねります。そしてもう1回ひねってロープを折ってこの輪っかの中に通します。そしてこの輪っかを引っ張ってこのような輪っかにします。次に支点にロープをかけてこの輪っかの中にロープの先端を通します。そしてテンションをかけます。で次にですね、ここを緩まないように押さえながら、このようにロープを引き時計で結びます。トラッカーズヒッチは滑車の原理により3倍の力でテンションをかけることができます。ほどくときはこの端末をですね、
引っ張れば簡単に解くことができます。ただですね、このトラッカーズヒッチの弱点なんですけども、やはりロープなんでいろいろですね、力が加わってるうちにですね、緩んでくることもあるわけですよね。そうした時にテンションをかけ直したい時に一回ほどかなきゃいけないですよね。一回ほどいて、まあまた結べばいいんですけども、それはちょっと面倒なので、ロープをほどかずに後からテンションをかけられる方法を解説します。まずですね、ここまで一緒ですね。はい、次にさっきやったツーハーフヒッチですね、蓋結び、これの引き時計にしておいて、今まだテンションがあんまりかかってない状態なんですけども、これをですね引っ張って結び目をずらしていくとですね、もうガッチガチにテンションをかけることができます。で、緩んでしまってもですね、また先ほどと同じようにこのように引っ張って結び目をずらしてあげれば、一回ほどかなくてもテンションをかけ直すことができます。そしてほどく時もですね、引き時計になっているので、これをワンタッチでほどけますので、これも非常に便利な結び方だと思います。それでは次にオートロック式のトラッカーズヒッチを解説します。ここまではトラッカーズヒッチと同じです。次にテンションをかける前に、この輪っかにもう一回ロープの先端を通します。そしてテンションをかけていきます。そうすると結び目でロックされて手を離してもほどけません。ほどくときはこれをですね、こちら側に引っ張れば簡単にほどくことができます。このような結び方はロープの端末が短ければスムーズに行うことができるのですが、実践ではそう都合よくいきません。ロープの長さに余裕を持つので、大抵の場合端末が長く余ってしまいます。その場合、今のように結ぼうとすると長いロープを手繰らないといけないので、ものすごく大変です。ではどのようにすればよいか、簡単な方法を解説します。まず先ほどと同じように輪っかを作ります。次にロープを支点にかけます。そしてロープを折って輪の中に通します。そして二重のまま引っ張ります。次に先ほど解説した引き時計の蓋結びを二重のまま作ります。そして先ほどと同じようにテンションをかけていきます。そうするとですね、かなり強いテンションをかけることができます。そしてこれを引っ張れば簡単にほどけますので、ロープの端末が長くてもですね、このようにすればいいと思います。この結び方は後から自由にテンションをかけ直せるので、このようなルーフキャリアに荷物を積む場合などにも最適です。それでですね、この輪っかを作るときにどうして2回ひねるかというと、1回でもできなくはないのですが、ほどきやすさに差が出ます。なぜかというと、この結び目を見ればわかるのですが、2回ひねると8ノット、1回の場合は肩結びになります。どういうことかというとですね、肩結び、そして8ノット。
この違いですね。強いテンションがかかった時に肩結びではこう解くのものすごく大変なんですね。で、8ノットの場合はですね、少しこうこじってあげれば簡単に解くことができますという違いがこの輪っかに関しても起きます。なので強いテンションがかかった場合に解きやすさが全然違ってきます。はい、今回は以上となります。ロープにテンションをかける結び方を解説しました。ロープワークは結びやすく強度があり、撤収しやすくなければ意味がありません。特に急な強風によりタープの撤収を急がなければならない時など素早く撤収できないと危険です。今回ご紹介した結び方であれば問題ないと思います。この動画が役に立った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。